皆さんこんにちは。 JR 奈良駅に来ています。これがこう奈良から、直通快速にね乗っていこうと思います。こう奈良から、新大阪まで、大阪東線経由の直通快速っていう列車が走ってます。なんですが、2023年3月18日のダイヤ改正で、これが大きく変わってしまったということで、大阪駅うめきたエリア地下ホームが開業したんですけれども、もう直通快速っていうのは、大和路線、大阪東線を通っていくんですけど、この大阪東線の全列車が、なんとね、新大阪止まりやってるんですけれども、大阪駅まで、直通するようになったんですよね。で、この大阪東線経由で走る直通快速も、奈良から新大阪までやったんですけれども、これも大阪まで直通してしまうということで、あと奈良から大阪駅までね、行けるようになったんですよね。で、それだけじゃなくて、この直通快速で使われている車両が、4ドアの通勤型車両の207系321系が使われたんですけど、これがなんとですね、転換クロスシートの221系に変わったんですよね。今右が発車していってる車両なんですけれども、そう、3ドアの転換クロスシートの車両に変わったということで、今回はそんなパワーアップしたね、大阪東線経由の直通快速に乗っていこうと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。右側に止まっているのが15時30分発の大和路快速、西九条大阪方面に行く列車なんですけれども、今回乗っていくのが15時48分発の直通快速大阪行きなんですけれども、こんな風に表示されるんですね。東線経由新大阪大阪、そこ大和路快速でも直通快速どっち乗っても大阪行けるんですよね。しかも使われる車両も同じ221系ってことなんで、かなりややこしいんでね、こんな風に詳しく表示されてますね。これはすごい。今回通るルート、ここに路線図があるんで見ていこうと思うんですけれども、今いるのが奈良駅なんですけど、こう緑のラインが関西本線、大和路線なんですけれども、こうずっと通ってて、旧法寺から大阪東線に入っていくんですよね。こうずっと通って、前まではこの新大阪までやったんですけれども、ダイヤ改正後は大阪駅まで直通するということで、ちゃんとね、微妙な違いなんですけど、伸びてますよね。15時48分発直通快速大阪東線経由の大阪駅やってきました。車両が JR 西日本の221系ということでね、いやすごい幕ですよ、幕。直通快速221系で直通快速って初めて見ました。すごいな。はい、じゃあ早速乗っていきたいと思います。車内は転換クロスシートになってます。
乗ってるんですけれども、221系なんで転換クロスシート、めちゃくちゃ快適な車両です。これまでね、直通快速は207系、321系やったんで、ロングシートやったんで、もう泥沼の差ですよね、車内設備は。直通快速は途中の九峰寺まではずっとこの関西本線大和路線を通っていきます。列車王子に到着しました。ここで和歌山線に乗り換えることができます。5時から先は快速運転なんで、こんな感じで駅を通過していきます。
砂漠の県境付近を通るようなちょっと山越えみたいな景色になります。列車は久宝寺に到着しました。直通快速久宝寺まではずっと大和路線を通ってきたんですけれども、ここから先大阪東線に入っていきます。大阪東線の普通列車は221系なんで、乗ってる感覚としてもなんかそれに似ててそんなに違う感じなんですけれども、やっぱりスピードが直通快速とかで途中駅も参加していくんで、そこが全然違いますので、今日は昨日がダイヤ改正で、まだ1日、今日19日で1日だったところなので、鉄道マニアがいっぱいいる。花店に到着しました。これは学研都市線に乗り換えることができます。次のを過ぎると学研都市線と分かれていきます。ちょ、ね、正式名称は片町線っていうんですけれども、そんな呼び出す人ほとんどいないです。
寺に到着しました。ダイヤ改正前はこの駅通過したんですけれども、今回のダイヤ改正で新規停車駅になりました。ここで東海道本線 JR 京都線と合流します。左側に見えているのが東海道本線の東淀川駅なんですけど、大阪東線には東淀川駅がないんですよね。こんな感じでスルーしていきます。新大阪に到着しました。これまで大阪東線直通快速のこの新大阪止まりまでやったんですけれども、ダイヤ改正後ね、ここから先大阪まで行くっていうのですごいですよね。新大阪を発車したところなんですけど、違和感しかないですよ。これまで旅客列車やったら特急黒潮春かな、地形でしかも直通快速って快速列車なんてね、考えられないです。列車で淀川を渡っていきます。淀川を渡ると東海道本線と分かれて梅田貨物線に入っていきます。
はい、じゃあ終点大阪に到着です。いや、できたばかりの新しい大阪駅地下ホームですよ。ちなみにこの右側の21番乗り場は特急列車専用のホームになってて、世界初のフルスクリーン型のホームドアになってます。主に特急黒潮はるかが発着するホームですね。駅構内こんな感じでね、ダイヤ改正翌日なんですごい人ですよ。はい、じゃあ今回はダイヤ改正で運行開始した転換黒シート221系の直通快速に乗ってきたんですけれども、そうですね、まあ、これまで207系321系ロングシートの車両が直通快速で使えたんですけれども、まあ、それと比べば快適性に関しては泥沼の差でしたね。転換黒シートなんで大和路快速、宮古路快速は引けを取らないね快適性でした。さらに、ね、これまで大阪東線の列車、今回乗った直通快速の新大阪止まりだったんですけれども、新しい大阪駅ゆべきタリア地下ホーム開業に伴ってね、この大阪駅まで直通するようになったと、非常に利便性に関しては向上したかなと思います。ただこの直通快速、運行本数が1日に4本しかないんですよね。この大阪と奈良を、新大阪大阪奈良を結ぶ快速車、非常に便利なんですけれども、まあ、そこだけが増えてくれたらね、さらに利便性は向上するかなと思いました。来年のダイヤ改正で増やしてくれることを期待したいです。はい、興味がある方はぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。